おはようございます。 SNS や YouTube 発信、それからですね、会議とかディスカッションしていると自分と違った意見に出会うことってありますよね。でもこれ当たり前のことですよね。自分と同じ考えの人ばかりだと、もちろん自分の成長もないですし、気づきもないですし、それなりに一つの方向を向いていけるのかもしれませんけども、なんら面白くないと思うんですよ。やっぱり違う意見があることによって、なんでそう考えるのかなっていうふうな見識も持つと思いますし、自分と違った意見から学ぶこととかって非常に多いと思うんですよね。でも人っていうのは感情がありますから、ついついね、自分の意見と対立する意見を浴びせられた時にムカッときたり、何をと思ったりとかして、もう知識合戦が始まっちゃうんですよ。いわゆる情報戦ですよね。でも私思うんですけども、人っていうのは違って当たり前だと思うんですよ。そして自分以外の考え方もあるってことを認めた上で生きるってことが始まるんじゃないかなと思いますよね。そもそも考え方が違うってどういうことなのかなっていうと、そうなんですよ。一人一人情報量が違うから考え方違って当たり前なんですよ。そしてその情報の解釈力もみんな違いますからね。で、例えて言うとですね、ゾウさんが一匹いますよね。ゾウさんを正面から見る人と、後ろの方、ね、お尻の方から見る人と、真下から見る人、真下から見ることはあんまりないと思うんですけども、真上から見る人、ね、斜めから見る人、影を見る人、遠くから見る人、近くから見る人、全員同じものを見てるのに見え方が違うんですよ。これがだから考え方の違いなのかなと思います。そして一人一人の人生をもってしてもですね、同じリンゴならリンゴを10歳の時に見たリンゴの印象と50歳の時に見たリンゴの印象って変わると思うんですよ。こういうふうに一人の人でも見る時期とかね、季節とかお腹の空腹状態とかによっては同じものを見ても違うように感じるんで、それは違って当たり前だろうと思うんですよね。まあですんで私はね、違い方を認め合えることが人間の豊かさなのかなっていうふうに思います。まあ考えてみれば、戦争って、争いって、口論って、自分と違うものを認めない、自分の考えに相手を征服させてやろうっていう風なね、身勝手な思考から起きてくるんじゃないかなと思うんですよね。違うものがあっていいじゃないかと、違う価値観素晴らしいじゃないかと、違ったものからお互いに学び合えるんじゃないかなと思いますけども、皆さんいかがお感じでしょうか。今日の動画のちょっと余談ですけども、熊本にね、エロスっていう、まあそのアマチュアバンドがあるんですけども、これがね、前回広島に来ていただいてむちゃくちゃ面白かった。吉川浩二さんのライブを熊本の方がね、広島で再現するというね、これは感動でしたね。まあ、今回はね、その画像をちょっとね、お付けして動画を終わらせていただこうかと思います。音声つけると著作権に引っかかるんで、イメージだけ皆さんご覧ください。それでは本日も以上です。YouTube の方はこの後にね、エロスの動画がバン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 と並びますんで、お楽しみに。それでは。